ミサイル艦艦の35番艦,艦名は、第二次世界大戦での海軍のトップエース、パイロットであったデビッド・マッキャンベル大佐にちなむ。マッキャンベルは、メイン州バスのバス鉄工所で1999年7月15日に、帰港し、2002年8月17日に収役した。2006年3月26日にマッキャンベルは、イラクの沖合30マイルの水域で商船と、 衝突した。両船とも選手部分を損傷したが、高校に支障はなかった。事故の原因は調査中である。2007年7月にゲイリーとその任務を交代、日本の横須賀に配備された。以降は太平洋艦隊での活動が目立つ。マッキャンベルは船舶臨検部隊を乗せ、対海賊、対密輸及び対テロリズム活動に従事している。 2009年6月23日、ミャンマーに向かった北朝鮮の貨物船カンナム1号を監視していたジョン・エス・マケインに代わって任務を引き継いだ。2011年3月、マッキャンベルは空母、ロナルド・レーガンと共に東北地方太平洋沖地震で被災した日本の支援に派遣された。その際、福島第一原子力発電所事故での 放射性物質に被爆した可能性がある。二千十一年五月二十六日に南シナ海で対北朝鮮の国際連合安全保障理事会制裁決議に違反する物資を積載した可能性がある北朝鮮の貨物船メガボルトライトを追跡し臨検を要求していたが貨物船は臨検を拒否し北朝鮮に引き返した。二千十八年十二月五日 高校の自由作戦で、ロシア極東のウラジオストクを擁する、ピョートル大帝湾に接近した。2019年1月7日、南シナ海の西佐諸島沖で、高校の自由作戦を決行した。2020年7月2日、横須賀への前方配備を終え、17ヶ月にわたる近代化改修のために、オレゴン州ポートランドに向け出港した。ありがとうございます。